響き 60th anniversary party 特番イエーイ始まりました。初めての鳥越あずりさん FM サンニュースね、私も登場でございます。自己紹介をねさせていただきたいと思うんですけれども、私は郷さんのモノマネして、もちろん郷ひろみさんですね、もうモノマネをして今年で44年になります。いや皆さんにとってはどうでもいい話なんですけれども、もう44年やり続けるなんてこれ本当大変なことですからね。まあ今日は私がこの MC パーソナリティとしてですね、これから50分間喋り続けますからよろしくお願いします。 Go Go Go。 さあということでございましてね、僕のなんかねお写真なんかもいろいろ今日ね映像で皆さん、見せていただけるってことですんで、あ出てきた出てきた、もう真っ赤な背景にですね、ね、響き郷ひろみモノマネ日本一って書いてあります。これ僕が言ってるようにしか聞こえないですかね、皆さんどうですか、うん、勝手に言ってます。日本一ってのはね、日本の2位が誰か、日本で1位ってことは皆さん世界一でしょう、これ世界一よ正直な話。うん、まあね、この番組あの郷さんのモノマネするイランレンジの方がいたんですけれども、負ける気しなかったです。まあ、国際的にも僕は世界一だなと思ってます、自称ですけれども、プロフィールをいろいろ書いてありますが、なんと僕1月31日でね還暦を迎えました。還暦、秀樹が言ったら秀樹還暦って言ったんですけれどもね、まあ、今日は僕がねこの後喋り続けていくわけなんですけれども、もうほらいろんなチラシが出てますけれども、もうあります、皆さん見てくださいよ、ほら出てきた。ね、60周年、60歳を迎えた私のアニバーサリーパーティー、ね、私の住まいは実は大宮なんですけれども、今回ね浦和の方々、埼玉市ね浦和の方々からもうどうしても浦和でやってくれというようなねオファーがありまして、今回ロイヤルパインズホテル浦和で、私のディナーショーがあります。さあ4階のねロイヤルクラウンというところで、そうですね、もう入りきれないぐらいの超満員御礼の予定でございますが、何せね初めてやる浦和ですからね、もしかしたらちょっと苦戦する可能性もございます。今日これを聞いていてる見ている方々皆さんがですね、あ響きいいな面白いな、じゃあ生の響き見に行こうかなと思う人はこのロイヤルパインズホテル浦和に皆様集合ですよ。いいですか、11月23日勤労感謝の日です。夕方から始まりますが、なんと書道展さ、僕書家としても頑張ってるんです、実はね書道家なんですよ正直な話。書道家やりながら歌もやりながらです、芝居をやりながら、そして僕昔バーテンダーもやってました、歌って踊れるバーテンダーなんて言われながら、そうです、もう60歳になっちゃったんですよね。でも本家ご本人郷さん先日68歳ですよ、もう68になっちゃったんですよ。ということはまだまだ年は追い越せないけど、芸の方ではなんとか追いつこうと思ってね精進努力してる私でございます。11月の23日ロイヤルパインズホテル浦和、夕方そうですね3時半ぐらいからです、書道展からやってます、皆さんぜひ来てください、よろしくお願いいたします。申し込み方法なんか後ほどまたゆっくり教えますので皆さんね楽しみにしていただきたいと思います。僕の写真ってなんか他ちょっとなんかありましたかね、ちょっとね僕のお写真がもしあったらちょっとねお出しいただきたいと思うんですけれども、さっきも一気にじゃあもうこれね樋口さんはこれ何年前の写真ですかってよく言われるんですけども、そんな昔じゃないですよ、でもちょっと前ですね。はい、ここのところコロナ禍ですね、私も結構もう食にはまりましてね、体重がそうですね 1,2,3,4,5 5キロ太っちゃいました。すいません、これから 1,2,3,4,5 ディナーショーまで痩せますから見ててください。人相も変わりますよね、5キロ痩せるとね。正確に言うとですね、そうですね、まあもう 5キロ、なんて言えばいいのかな、もう5キロ痩せます、よろしくどうぞお願いいたします。さあね、今日はですね僕がやってる活動の皆さんにもお知らせしたいと思うんですけれども、郷さんのモノマネをしてそうですね44年と言いましたけれども、ちょうど40周年かなんかのねちょうど映像がね実はねあるんですよ。なので今日ちょっとジャパンの BGM が流れてるんですけれども、その映像ちょっとたっぷりとですね、これあの開催がねパレスホテル大宮というところで、今から4年前ですね、来年が僕実は45周年なんでめでたいことばっかりつつなんで45です。はい、40周年の時のちょっと映像を皆さんご覧ください、よろしくお願いします、どうぞ。
ゴーゴーゴー。いや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 、4年前と言いながら新鮮ですね。久しぶりに僕は自分の映像見たんで、結構ね、もういいないいなって感じですよ。もうしっかりとヒロミ号やってるなんて感じでございますけれども、皆さん見ていただきましたか？どうでしたか？いやいやいや、そうですよね。はい、まあこんな感じのディナーショーでございますんでね。そう、お客様もそうです。300人級の方がちょうど入って超満員でした。当時もね、そんな中で行われた、40周年イベント、すごかったですよ。スペシャルゲストもですね、皆さん毎年ね、もうかなりすごい方々が来てくれて、今までにどんな方が来てくれたかって言いますと、細川たかしさんとかね、そうですね、 歌仲間あったら大御所失礼なんですけれども、看板響き元気かなんていつも言われるんですけれども、細川たかしさん、そう、あと中村あゆみちゃん、もうちょっとアイドルの方々だったらたくさんいます。昔ね、まあ、狩人さんとか、そうですね、大場久美子さんとか、林ひろ子さんとか、そうフィンガーファイブのね、皆さん、そしてそうですね、リリーズさん、もういろんな方が来てくれてますよね。そしてこの40周年ですね、なんと僕が兄さんって呼んでるブラザーコンさんね、ちょうどゲストに来ていただきましてですね、素晴らしいね、ウォンビーロングをやっていただいたんですけれども、まあコンさんちょっと今体の調子が悪いんですけれどもね、コン兄さん、この場をお借りして早く治してくださいね。一日も早い復活を祈ってますんで、兄さんよろしくお願いします。見てくれてたらエール送ってください。よろしくどうぞ。コン兄さんに皆さんエール送ってね。大丈夫、早く治して。素晴らしいステージ、もうあの方ね、ボーリングのね、プロボーラーナビですよ。本当にボーリングもすごいんですけれどもね、まあそんな中でね、早く健康になっていただきたいと思います。コン兄さん、またお会いしましょう。さあ、プロフィール写真ね、どんどんちょっと出していただきましょうか。いろいろね、まあこれね、コロナ禍の中大変だったんですけれども、これうちのお店、大宮のね、南銀座南銀にありますボイスバー JJ ってお店なんですけれども、もうね、始まるからいろいろともう30数年間やってたんですね。ただこのお店は5年前に新築のビルがちょうど南銀にできまして、ちょうどそうですね、これはちょうど2年ぐらい前かな、ちょうどコロナ禍大変だった頃のステージだったと思うんですけども、この時もお店は実は超満員でしたね。
ディナーショーやってですね、入った人数皆さん1回2回分けてるんですけども、1回皆さん何人入ったと思います？一部ね、いやらしい数字なんですよ。ごめんなさい、55人でした。ゴーゴーこんなんばっかりですね。本当なんですよ、いやらしいぐらい55人ぴったり入りましてですね、2回目も55人で、トータル110人の方々がね来てくれて、コロナ禍だけどありがたいですよ。こんな時期だけれども皆さん来てくれてね、そうやって応援してくれてる皆さんがいるから、お店もねなんとか持ちこたえてやってくれました。まあ今から5年前思い出すとですね、もうさっきのその GO っていう数字にいろいろつながるんですけれども、もうそうなんですよ、その当時の物件を決めた理由っていうのはもう単純な理由ですね。当時僕が、5年前ですから、そうです、皆さんね還暦今年になりましたって言ったから、5年前は55歳でゴーゴー。ただ入ったその飲食店、今回のボイスバー JJ のビルがですね、何階にあるかって聞いたら、そうです、 1,2,3,4,5 5階なんですよ、5階なんですよ。それが5階にあるんですよ。ただね、決めた理由そこじゃないんです。実は僕はね、その図面を見せていただいた時の坪数にびっくりしたんですよ。お店の坪数は広さです、わかります？まさかの 55.5 坪でゴーゴーゴー、もう僕の物件だと思いましたね。ねえ、まあそんなことがねいろいろ続いてですね、ここの物件はもう絶対決めなきゃいけないということで、それから経って5年なんですけれども、なんとお店をオープンしたのが2018年の7月の24日だったんですが、1年半してコロナです。皆さんわかります？どういうことか。お客さんがぴったり来なくなっちゃって、もう大変大変。まあそんな中でもね、皆さんさっきみたいにね、細々なディナーショーやったりとか、食べ物の会をやったりとかね、いろんなそんな会を重ねてですね、お客さんの首をつなぐったりしてなんですけど、お客さんもう JJ 忘れないでということで、これが今あるんですよね。僕もね、その小さいパーティーから大きいパーティーいろいろあるんですが、店でやるんですからね、そんなニーズも入らないんですよ。だけどそこでね、なんとか皆さんに助けていただきながら、今日今日の JJ、 もちろんそして私響きもあるわけなんですよ。本当に皆さんありがとうございます。まあ、この場をお借りして、御礼申し上げます。まあ、これからもね、コロナ明けたとはいえね、こんなのがね今までになかったような日常が続いておりますので、もうね、もしかしたら5年前にね、それこそ3年半4年前にもうちゃんと戻らないかもしれないけども、新たな挑戦をどん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  JJ もしておりますからね、皆さんそこのところはもう楽しみにしていただきたいと思いますので、よろしくどうぞお願いしたいと思います。さあ、ちょっと僕のプロフィールちょっともう一回ちょっと見せてもらえるかな。さあ、まあこの写真ね、これもちょっとコロナ禍のディナーショーよ、頑張ったのね。これ大沢みきおくんね、元光源氏の大沢みきおくんとちょっとディナーショー、もう3回くらいやったかな、コロナ禍ね。うん、そして僕のちょっと名前が出てるプロフィールさっきありましたよね、もう一回ちょっと戻っていただいていいかな。はい、あのね、実は本名が出てるの、例えば Facebook とかなんかあったと思うんですけども、もう、あ、ありました、これわかるね、これはちょっと僕の Facebook なんですけれども、本名出していいんですかっていうこと、僕ね本名和紙が通るって言うんですよ。これ浅草だとね、近くに大鳥神社ってありますけど、和紙っていう字なんですよね。ね、だからよく大鳥を飾りますとか、舞台でも何でも鳥を取るってことだから、まあ、鳥の王様の大鳥だから、すごくいい字なんですよね。これでね、あのすいません、僕の名前についてちょっといろいろ触れたいんですよ。いいですか皆さん、大丈夫、触れていい？鳥の和紙谷通るで和紙や通るって言います喋っていいのかな、もうほんとね、もうなんとなく喋らなきゃいけないの雰囲気になっちゃったんで、もうバンバン自分は歌詞言っちゃうんですけども、鳥の和紙谷通るで和紙や通るね、これある僕大学、ちょうどね僕埼玉の、まあ東京にも本校がありますけども、立正大学、僕法学部の1期生なんですよね。その大学入った時にね、実はおふくろから、僕実家が秋田なんですけど、秋田のおふくろから銀行の通帳作ってって言うんで、あれ1000円入れたら作れるんだよなんて、そんな頃通帳も作ったこともないからわからないんです。覚えてます、当時ね、熊谷市の、そうあそこは八木橋デパートの向かい側に、そうです、武蔵野銀行熊谷支店っていうのがあったんですよね。そこに行った時なんですよ。そうです、僕の名前にちょっといろいろオチがついたんですよね。どういうことがあったか、もう笑ってます皆さん、まだ喋ってないですよ。はい、でどういうことがあったかっていうと、和紙屋通るです、鳥の和紙谷通るで和紙屋通るね、ね、あの昔はね、今みたいにね、ね、ちょっと並んだ時の番号とかそんなのも何もないですよ。直接名前で呼ばれるんですよね。だから、あ、お次のお客様すいません、和紙谷さんって呼ばれたんですよ。確かに、あ、
わしと谷だからわし谷さん、あ、これ僕のことだろうなと思ってスーッと窓口受付に行ったらですね、僕そこで喋ったんです。あ、嫌です、だってわし屋だから嫌ですって言ったら、その受付の女子がですね、すいませんごめんなさい、矢谷さんって言ったんですよね。あ、そっちじゃねえよって、すいません分かっていただきました。ええ、わし屋のわしは矢と読まないですからね、大変申し訳ないんですけれども、まあこの名前にね、大学生の時いろいろオチがついたんですよ。大学1年生は立正大学、僕ね、あの新生寮っていう寮入ったんですけどね、夜点呼があるわけですよね、もう外泊してるやつがいない、無断外泊とかねないかということで、まあそんなことをね、まあいろいろねあったんですけれども、点呼の時にですね、ちょうど僕の同期の人間が、A棟4階4175室って、和紙屋って読めなかったんでしょうね、なんて言ったと思います、うぐいすだにくんって言ったんですよ確かに似てるでしょ、和紙屋の和紙がね、うぐいすという字に似てるから、それうぐいす谷くんって呼ばれたからね、もう当面僕うぐいすっていう名前で呼ばれたんですよ。もうね、これ思い出したくない昔なんですが、僕のね実家帰るとね、秋田県井川町って田舎なんですけれども、近所がみんな和紙屋なんです、実は和紙屋だらけで、大体同級生に行くと僕もうぐいす谷って呼ばれた、結構みんなね、そんな嫌な思い出をね経験してんのね。楽しくなかったですか皆さん、和紙屋話もっとあるんですが、このぐらいしておきましょう。また鳥越あずいさん出させていただいたら、次回ね、もっと面白い名前の話もあるんで、次回公開したいと思いますので、よろしくどうぞお願いしたいと思います。さあね、まあ今日はね、何のために来たかというと、もうこれです、これこっちこのために来てますからね、もうまあもうひろみ号、僕44年間やり続けますけども、まあ郷さんのモノマネもそうですが、僕のディナーショーって僕いろんなモノマネもいるんですよね。だからね、ここのところはね、皆さんね、あの響きのディナーショー、なんでこんな何十年もみんな続けてきてくれるのかと思うと、まあ郷ひろみだけじゃなく僕のオリジナルも歌いますけれども、いやいろんなモノマネもやるんですよ。玉置浩二さん歌ったりとかですね、もちろん往年のね、皆さん僕の大好きな西城秀樹さん、野口五郎さんね、そして沢田研二さん、そして布施明さんとかね、いろいろとですね、あのはい、やっております。さあここでですね、ちょっと、あ、もうこれ来てたんだね、最初からね、僕フェイスブックでもちゃんと僕に連絡が来てたんで、もうありがとうございます。 T 佐藤さん、佐藤さんありがとうございます、いつも、いや嬉しいな。ちょっと読ませていただきます。響さんこんばんは、60周年アニバーサリーですね、特番生放送おめでとうございます。いやーね、響さんはいつもチャレンジ精神で新しいことに挑戦し続けていて尊敬しています、ありがとうございます。コロナ禍でもどこでもでも休業する中、大宮の JJ、 さっき言ったお店ですね、私の店大宮 JJ は対策を考えながら営業してくれて本当にありがとうございました、にっこりマーク、感謝しています、ありがとうございます。佐藤さん嬉しいな、こんなメッセージね、もう佐藤さんってね、もう本当よく来てくれてます。僕のね、コロナ禍これ大変だった時期に食べ物の会なんかもいろいろやったんですよ。その会の中にもね、佐藤さんいろいろと顔を出していただきました。で、佐藤さんめちゃくちゃモノマネ好きっていうか、アート人好きで、もう全国つづら行くんですよね。ほとんど稼いでお金それに使っちゃってんじゃないかなっていうぐらいお金の持ちなんでしょうね、おそらくね。生涯年収いくらですかって言ったら、この前2億4000万って言ってました。あ、それ僕のネタって返しておきましたけれども、まあそんなわけでございまして、佐藤さん本当にありがとうございました、嬉しいな。こんな感じでね、今まあ一通のメールが来てますが、皆さんこう生で聞いてる方ですね、ちょっとこっち見ていただきますけれども、こんな形でねメッセージを送れますんで、いいですかね、こちらのアズリ FM の方にですね、ぜひぜひ皆さん何か問い合わせでも何でもいいですよ。響さん彼女いますかとか、そんな質問でも何でもいいです。いやいや、ごめんなさい、結婚してますんで、ごめんなさい、そんな質問答えられないですいいですよ、そんなんでも何でもいいです、僕今日何でも答えちゃいますから、正直なんですよね、バカがつくぐらいてなわけでございましてですね、こちらの方に皆さんメッセージを送ってください、よろしくお願いいたします。さあということでね、実は僕ね、あのデビューして、あのもうモノマネやってからもう44年やり続けてるんです、郷さんもね。もう子供の頃から歌が大好きで、ちっちゃい頃の夢が何でかっていうと歌手になることでした。これがちょうど小学校1年の時、音楽のテストで海を歌いました。こんな歌ね、海は広いな大きいな、
皆さんこの歌はだいぶ皆さん歌ってると思います。小学校1年の時に必ず音楽の教科に出てくる歌なんですけども、音楽のテストでこれを歌った時ですね、もう拍手大喝采だったんですよ。みんなからもすんごい拍手いただいてね、そっから調子乗っちゃいましたね。うん、もう僕の夢は歌手になること。そうなんです、それから紆余曲折いろいろありました、人生も。だけどもね、そうです、まあその前にね、もう大学の時代にもう結婚しちゃったりしちゃったし、もう紆余曲折ってこれまあいいことなんですけども、子供が早くできちゃったりとか、やることなすことすごいんですよ、僕早いんですよ、もういろんなことが。それででしてね、もうそうですよ、もう大学ね行って何いて、その自分の子供がね、今ね長女長男いて2人いるんですけれども、もういい年齢ですよ、もうね39歳になる、もうすぐなる娘と37歳になった息子でございますんでね、あ、響さん何歳ですかってよく言われるんですけど、もう60ですよ、はい。ということでね、その子供たちからもですね、お父さん本当好きなことやればいいじゃんってね、本当にお父さんやりたかったことってただモノマネすることじゃないよねってずっと言ってたよね、レコードデビュー当時ね、 CD デビューって今言います。もう今そういうことよりもいろんなねネットの配信もあるんであれなんですけれども、まあ歌手になることが僕のね子供の頃からの夢だったんですよ。でね、それを達成したのがちょうど36歳の時なんですよね、はい。ちょうど僕の楽曲を書いてくれた先生がね、もうこの浅草ですよ、浅草の専属に住んでます。今日誘ったんですよ、先生今日来てくれないの。先生どういう人かっていうと、あの皆様昭和の名曲を書いてくれた中村八大先生、作曲家の最後のお弟子さんなんですよね、野田光平さんって言います。野田先生来てくれないの今日、ったらこんな返信が返ってきました。行きたいの山々、お金を払ってでも行きたいけど、日々さんごめん今日レコーディングだって言ってましたんで、そりゃ無理だって俺も言っちゃいましたよね。そうなんですよ、もう来てくれればねめっちゃ面白かったんですけれども、まあね、後でね聞いていただきたいと思いますんで、よろしくお願いしたいと思います。僕のそのデビュー曲をですね、実は両 A 面だったんですよね、アップな曲とそれから、バラードがあるんですけれども、まあね、そのアップな曲、今からそうです24年前、へそを出しながら歌った、これすごいんですよ。実はこのプロモーションビデオも、実はね僕のプロモを撮るときに、すぐ僕の前に撮ったのは宇多田ヒカルちゃん、デビューした寸前、そして郷さんのプロモーションビデオ、そしてもうなんと矢沢永吉さん、それを撮ってすぐ、まあ、順当に撮ってくれて、次僕って何だのか僕下がったような気になっちゃうんですけども、すごい方々を撮った後、響くんの撮ってあげるということで撮っていただいたプロモーションビデオです。横浜アリーナで撮りました。ぜひ僕の両演目のデビュー曲を聴いてください。いきましょう、君に伝えようです、どうぞ。
ということでございまして、1999年5月26日リリース、君に伝えようでした。いや若いね、痩せてます、36歳でした。いやということでね、まあまあこうやってなかなかね、こうやって僕のそのデビュー曲なんていうのも流す機会もないもんですから、鳥越あずり FM さんに改めて感謝申し上げます。ありがとうございます。局長さんありがとう。局長さんって言ってたら、うわなんかこんなところにメッセージが来ておりますよ。ありがとうございます。局長からじゃないですか、本当になんか負けず嫌いのメッセージですね。これいきますよ。響さん特番おめでとうございます。局長の小町です。小町っていうのは僕は秋田小町ね、まあ、なんか小町ってもう名前がいいね、もうね。名古屋から拝見しております。知っておりますよ。鳥越あずり FM のスタジオは5階、あそうだ、そしてなんとスタジオの横幅の寸法は555センチ、555です。やられましたな。もうすごいね、ご縁ですね、ほんとそう。最後まで楽しんでくださいね。そしてぜひ冠番組をスタートしましょう。局長より。小町さん、局長ありがとうございます。すごいね、555センチっていうのはこれすごいな。負けず嫌い僕もやっちゃっていいですか、局長。いいですか、うちの住所のパンチが555番地で555。本当ですよ、住所自分で作れないですからね。もうそこからもご縁があったなんてねえ。ちなみに足のサイズが 25.5。 あ、これ関係ないです、怒られますこれ。はい、というわけでございましてね、局長からメッセージいただきました、ありがとうございました。さあ思い出すとですね、まあね、あの頃ね、まあ36歳、まあ35ぐらいからだね、もうレコーディング何ってことになって、自分の好きな声、自分の歌、もんとモノマネじゃなくて自分の声でやろうということでレコーディングをさせていただいたのがもう当時その頃でございましてですね、もう本当にかけていただいてですね、嬉しい、そして皆さん見ていただいて聞いていただいて心から感謝申し上げます、ありがとうございます。さあありがとう。さあそしてですね、もちろん僕は11月の、23日勤労感謝の日、このディナーショーの日って、ただねステージがあるだけじゃないんですよ、実はね僕書道家としても活動しておりましてですね、ちょっといいですか、もしかして映像があったりとかなんか行きましょうかね。僕本当書書いてるんですよ、こんな感じです、ちょっと見てください。
はい、ということでございましてですね、皆さんすごいでしょ、あんな大きな筆を持ってですね、あそこはね氷川神社のところなんですよ、大宮公園のところですね、外で書いた初めての文字が皆さん分かりました？神っていう文字ですよ。はい、これがちょうど今年の4月に私の個展をやった時、金田赤城先生がプロデュースされた時のですね、この文字は響くいいよ、龍が走ってるって言われたんですよね、実はね、いろんな方からも。はい、そんな文字を、60になってからまた新たに書いて、まあいろんな人に、ね、頼まれてね、書が好きで書いてたんですけれども、本格的に動き出したのがこの60歳なんです、実は。なので僕はできること、60から何があるんだろう、その最初の挑戦がこの書家としての動きです。皆様、書道家としての響きのことも皆様どうぞ注目してください、よろしくお願いいたします。はい、ねえ、すごいですよねこれね、もうなんかさっきの映像、映画のワンシーンだったでしょ、もうまるでね、そんな感じで撮らせていただいたんですけれども、魂を込めて書かせていただきました、神という字でした。さあ、ということでね、まあそうやってる最中にちょっと来ました来ました、メッセージが来ております。ボイスバー JJ さんから、これうちの店じゃないですか。はい、お疲れ様です、キスミ大関と申します。これどっちよ、大輔大関両方入ってますわこれ。久しぶりのラジオ放送もノリノリですね、楽しく聞かせてもらってます、頑張ってくださいねって。こちらもそろそろオープンです。6時半からお店やってますんでね、大宮の南銀座南銀でございますんで、皆さんボイスバー JJ ぜひ行ってあげてください、よろしくお願いいたします。さあ、JJ の紹介ちょっとさせていただきますね。もう皆様、これね、JJ ってただショーやってるだけ違うんですよ。美味しいお食事もちゃんと出るんですよね。6時半からお食事ができて、お酒も飲み放題。料金は5500円なんです。安いですよね。これで飲み放題。なんとですね、会員になるとですね、もう QR コード読んでいただいて、会員になると、もう5000円で飲み放題。いいじゃないですか、皆さん。ね、それで、お料理を食べ飲みながら、そして20時、8時からショーがありまして、だいたい50分間のステージがあってですね、8時50分までステージ、だいたいそれで9時から入れ替えが始まります。第2部が9時15分から入場できますよ、ね、この JJ が。そして、ね、もう4000円で飲み放題。お料理の方はですね、あのメニューがあります、頼んでいただいても結構なんですが、軽い乾き物がついてますんでね、まあスナック、皆様だいたいこの時間食べてきてますから、でも JJ のカレー食べたい人はぜひ頼んでください、めちゃくちゃうまいので、よろしくお願いいたします。さあ、そして22時からショータイムステージが始まりまして、22時50分まで、23時ぐらいにはね、お店がね終了となっておりますけれども、どうしても延長してほしい、カラオケを歌いたいなんて方は延長される方もいらっしゃいます。もちろん早い時間からカラオケもできるんですよ。でね、一番言いたいのがね、コロナ禍絶対できなかったことね、もうほんとずっと昼間も営業してたんですよ。実は昼間はね、寄席をやったりとか、カラオケ大会やったり、いろんなね、歌手の方が、演歌の歌手とか、まあ、ポップスの方々が来て、エンターテインメントを披露してたんですけれども、それもコロナでできなくなっちゃってですね、大変だったんですよ。でもね、これからやりますんで、皆さん、ぜひぜひ楽しみにしていただきたいと思います。これから、そうですね、もうすぐです、皆さん。昼間の営業もしっかりとさせていただきます。よろしくどうぞお願いいたします。そして健康志向、そしてね、エイジングケアにぴったりな方、うちらプラズマメッドペットっていうのを近く導入させていただきますので、これはまた詳細はね、うちのホームページをご覧いただきたいと思いますので、健康志向の方ぜひそのためだけでも来ていただいても、来る価値がありますからね、よろしくお願いします。ボイスは JJ にゴーゴーゴー。はい、ということでございまして、11月の23日のお話にもう一回戻らせていただきますけれどもね、11月の23日はもちろんね、もう時間もあります、書道展の時間ちょっと後でアップして皆さん見てくださいね。時間がちゃんと書道展始まってから受付始まり、そして皆様ディナーが始まってショーという形になります。今回のショーは半端じゃないんですよ。だって僕みんなに言ってますもん、60年の集大成見せますと言ってるんですから。もちろん僕のショーもいいけども、もう話題に付帯してる方々、僕に協力してる方々、結構今回ダンサーがすごいダンサーたちが集まります。だからね、もう華やかなもうステージ舞台間違いないんですよね。ぜひぜひ皆様試してください。11月の23日、ロイヤルパインズホテル浦和、ディナーショー、もう本当、ただ、もうショーだけでもない、ステージだけでもない、そうです、皆さん、もうね、あらゆるバラエティに富んだ演出で、最高のおもてなしで、皆様、おもてなしでお待ち申し上げておりますんで、よろしくどうぞお願いいたします。
2023年11月23日祝日、皆様ねまだチケットございますんで、ぜひね浦和の方に来てください。ご協力お願い申し上げます。さあ先ほどね君に伝えたいという曲をね皆様ちょうどかけたんですけれども、両 A 面って言いましたよね。皆さん昔はダブル A 面とか両 A 面ってあったんですよね。裏側があの B 面 A 面 B 面ってあったんですが、もう両方 A 面だったんでね、もちろんね実はこの曲の方どうしてもこれを表に出したくって僕は頑張ってきたんですよ。人は一人では生きていない、必ず誰かに支えながら生きてる、そんなナンバーを歌った、素敵な曲でございます。僕の人生の応援歌でもあり、皆様これきっと必ず共鳴できる言葉が入ってると思います。僕の人生一生に歌っている曲、ずっと歌ってきました。24年間歌い続けて、紅白歌合戦に必ずこの曲で出ますと言いながらもう24年間も過ぎちゃったんですけれども、ここ笑うとこです皆さんもうねすごい秘密兵器と言いながら未だに秘密にされておりますので、そろそろ開花しますよ。いきましょう、じっくりと聴いてください。素敵な曲です。私のこの曲もデビュー曲、あえてよかった。がむしゃらにただまっすぐに君に出会い僕は知った、人の温かさを自分一人の力で生きるなんてただの強がり、君に出会い僕は知った、人の優しさを、何もない僕だけどさ、君に出会い僕は知った、生きる喜びを、何もない僕だけどきっといつの日にか愛を違う。
い、ということでございまして、皆さん会えてよかった。僕が喋りすぎるから最後のリフレインが聞けなかったですね。すいませんでした。喋りすぎなのよ常に。わあ、そう言いながらコメントたくさん来てます。読ませていただきます。いいですか。牛乳配達さんからいただきました。見てます、松木さんの代理だそうです。松木さん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。さあ、それで来ました、これうちのスタッフ氷室京介さんですね。これね、木澄大介さんから見てますよ、ありがとう。さあ、そして、あ、光一くんから来てますね。これマジシャンでございます。浅草にも出てますよ、演芸場にね、ゴーゴー頑張ってください。イエーイ、光一くんです。さあ、ということでありがとうございました。ということでですね、皆様、本当に本当にあのね、今日はコマーシャルに来ちゃった響きでございますけれども、2023年今年の11月23日祝日でございます。ロイヤルパインズホテル浦和4階ロイヤルクラウンにてですね、私のディナーショーございます。15時半から初動店、16時からパーティー受付、16時半からディナータイム、18時からショータイム、なんとシークレットスペシャルゲストも来ますから、皆様楽しみにしてくださいね。そしていらした方々漏れなくです、私の、響きという名前、これはね、金田石城先生が書いてくれた賞を全員にプレゼントしますので、よろしくお願いいたします。さあ、しぎびきの書の個展も同時開催ですからね、僕この前20枚ほど書かせていただいたんで、これも販売させていただきます。え、いくら？2億4000万。あ、そんなことないです、普通の値段でお渡したのに、ちょっといいところで 1,2,3,4,5 5000円でも500円でもないです、5万円ぐらいで販売するかもしれませんよ。皆様ぜひともよろしくお願いします。11月の23日、ロイヤルパインズホテル浦和響きディナーショー、ぜひ来てください。アニバーサリーパーティーです、よろしく。さあ、ということでございましてですね、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。はい、ということでございまして、もうね、もう時間も来たようでございますんで、オーラスは僕のね、これは2000年か2001年かな、カバーしたナンバーなんですけども、皆様つい近くのですね、野田公園さん、中村橋田先生の最後のお弟子さん、はい、さあの紹介いただいてですね、この曲にたどり着きました。当時坂本九さんが歌ってましたね。僕がちょうど生まれた頃のナンバーなんですよ。アメリカに行ってですね、これはね、ビルボード誌を何週もこうトップで飾った素敵な曲でございます。なんか運命的な僕も出会いを感じですね、この歌を歌わせていただきました。カバーをさせていただきます。上向いて歩こう R&B バージョンです。どうぞ皆さん聴いてください、よろしくお願いいたします。
はい、ということでございまして、上を向いて歩こう、皆さんいかがですか、聞いていただいてますか。はい、もう冒頭に戻りますけれども、今日は本当に素敵なコマーシャルさせていただきました。トリゴリアズリ FM さん、初めて出させていただきましたけど、素晴らしい FM 曲です。どうぞ皆さんよろしくお願いしたいと思います。さあ、ということでね、僕のやはりこれコマーシャルということでございますんで、響きアニバーサリーパーティーでございます。60歳になった記念のディナーショーになりますんでね、11月の23日勤労感謝の日、祝日でございます。ロイヤルパインズホテル浦和4階のロイヤルクラウンにですね、皆様ぜひぜひ集合してください。よろしくお願いいたします。書道展もやりますよ。スペシャルゲストも来てます。どうか皆さんぜひぜひ来てください。響きでした。またお会いしましょう。ゴーゴーゴー。